回までのあらすじ。ナースミンチとか今んとこちょっと難しい操作が必要だけど怖くはないね。私の安全ちゃんと気をつけて、私の安全に気を配って。またそういうやつじゃん。なに、チカチカ。ホームステイのホストみたいなことかな。画面の前の皆さん、こんにちは、夏川シーナです。さて、ストーリーズアントールド第3話やってくか。いやー、でもね、1話はちょっと怖かったけど、2話は言うてそんなになんかね、SF ホラーみたいな感じだったんで、個人的にはね、全然平気だったので第3話もね、観測所にてって書いてありますね。北極圏のとある観測所、明らかに異常が起きている中、職員たちは無線暗号の解読を命じられる。おー、北極、舞台は北極。寒いよね、きっと。寒いところでホラーの体験するってことかな。まあ大丈夫でしょ、大丈夫大丈夫、余裕行こう、頑張ろう。もうこうなりゃやけよ。ちょっと新しいメモも用意してね。ペンがない、ペンよいしょ。さあ、あれ、いつものオープニングは？あ、来た、もうびっくりさせないでよ。やっぱりオープニングは変わらないんだね、ずっと同じですね。これとかこの辺は第1話だけど、結構ね、第2話で使ったものが出てきてますね。よし、ストーリーズアントールド、かかってこいや。お？第3聞こえるか、合図しろ、ひどい嵐だ。Give me a sign, man. This storm is getting pretty wild. 外からの通信かな。おお、見える。頼む第3、ログインしろ、遊んでる場合か。ログイン。あ、第3は私のことみたいだね。多分ログインパスワードを入力って書いてあるけど、これじゃない？ログインって書いてあるもんね。0303-1968 なんかまた同じような数字が出てくるんだ。1986だったか、あれは。0303-1968。 はい、 OK。 There he is. 現れた。遅いぞ、何やってた。Is the microphone still broken in section 3? 第3のマイクはまだ壊れてるの。ああ、私のこと壊れてるみたい。ってことはそうなのね。ああ、第3は応答できない。ただ声は聞こえているはずだ。反応を見る限り君の声はちゃんと届いている。あ、ここに1と今会話してる1と2がいるんだね。まずいことになった。本部から SOS が入った。問題発生だ。早急に信号の中継システムを確立させないとまずい。おお、どういう問題なの。わからん。おそらくこの嵐絡みだ。あ、そうだね、すごい嵐だもんね。なんてこと。わかった、何をすればいい。信号処理できないから、第2の君から第3の予備端末へ周波数データを送ってくれ。私は第3だよね。だから第2からの信号データを待てばいいのかな。あ、はい。君は周波数を合わせデータを解読して処理してくれ。マイクロフィルムのマニュアルが参考になる。はいはいはい。マイクロフィルムのマニュアル、簡単な作業だ。目をつぶってもできるさ。来たわ、最初のデータを送るわね。左のマイクロフィルムにざっと目を通しておいて。左はこっちか。俺は外の発電機を動かしてくる。しくじるんじゃないぞ。OK。ん？マイクロフィルムはこっちか。あった。わー、これまた難しそう。え？はじめに。データが来たわ。あとはそっちで必要なことをやって。はいはいはい。ああ、これか。搬送周波数
1930kHzFM 送信認証コードを入力。おお、おお、左になんかマニュアルが、あ、あったあったあった、これのことか。中央総局通信認証部変換マニュアル最高機密って書いてあるけど、パン回転回転、あー、ほうほうほう、なるほど、回転、これ何、なんかスキャンしてるのこれ。はじめに、いや読めねえよー、ちっちゃえよー。寄りたい、こ、あー、あー、なるほど、ん、フォーカスだこれ。あー、ちょっとピント合ってないってことか。あー、でも合ってるよね。ズームしたいです。わ、あ、ズームは L、 あ、違う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 、え、ズーム L って書いてあるけど、あ、あ、違う、あ、R か、これか。あー、なるほどなるほど、うー、こうね、むずいむずい。で、フォーカスを、フォーカスを、合わせたいよ。 OK、 もうちょっと寄りたいか。これな、なんでこんなことしてんの、これ普通にさ、スキャン元読めないの。はじめにありがとう。我々中央監視室はまず、よ、よいしょ、ちょっと読めないよ、よいしょ、 OK、 OK、 我々中央監視局はまず遠隔かな、遠隔観測所での1年間の勤務に同意してくれた諸君に、よいしょ、よいしょ、感謝を述べたい。ここでの仕事は国家の安全と我らが偉大な国の、お、削除されてる、にとって、どこかわかんないけど、格べからざるものだ。国民から直接感謝されることはなくとも、我々は君の貢献を一生恩に記よう。はあ、はあははあ、重要な任務を私たちは任されていると。オペレーターの役割、私たちだね。遠隔観測所で勤務するオペレーターは責任を持って以下の職務を行うこと。特定の無線周波数を日々観察し、テストデータを遅延なく入力する。ほんほんほん。国家の安全が脅かされる緊急時にはライブ送信される何々を観測し、異議を挟まず入力する。はん。観測所の継続的稼働に必要なメンテナンスを全て実施する。削除削除削除、おお、そうした事態が発生した場合、あらゆる侵入者を削除する。観測所の物資が枯渇しないように補給船と合流し、食事を適正値かなに制限する。自身の14番および15番、何かほにゃほにゃが発生した場合、自身の14番および15番歯かな、歯です、お、歯のほにゃほにゃをする。GCS と記された指示はいずれも緊急事案として取り扱うこと。 GCS は緊急ですよってことね。 OK、 さあ、あ、おー、ほう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 、これが目次みたいなものかな。でもなんだこれ、イーグル、シグマ、あ、読めない、マスク、読めそうなところから読む。付録 A、 モールス暗号表、アルファベット変換表、変換チャート、 GCS 評価表、はい、いやー、ちょっと待って、いきなりそんな難しいこと言われてもわかんないよ。ちょっと一旦この送られてきてる端末をやろうか。なんだって？送信コードを入力？ 1930kHz、 ログイン ID じゃないもんね。送信認証コードってなんじゃろ、なんじゃろか。送信認証コードか。に書いてある？いやー、書いてないかな。なんかこのさ、写真さ、ちょっと見たことあるくない？そんなことはない？気のせいかな？なんか既視感あるけど。じゃ、試しにさ、ログイン ID 入れてみる。はい。あ、だよね。ダメでした。
ああ、本コールバックコードを受信した場合、イーグルっていうコードを受信したら、これを送ってねっていうことみたいだね。ってことは、今送られてきてるのは何なんですかね。わかんない。あ、ちょっと待って、これ。これ関係ある？あ、これ関係ある？オンにして、あ、これのこと言ってた？もしかして、あー、これのこと言ってるね。失礼しました。全然見当違いのことしてたわ。失礼しました。ようやくわかったわ。これで多分1930に合わせろって言ってたのかな。これだ。あ、で、下に出てる。はい、これを入力する。ちょっとね、13014 14…、あ、ちょっと待って、13014 14 9 3 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 14 14 14 9 3 14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 
参照コードアバアバカス、これでここを見るってことね。そりゃ失礼しました、6です。6を見ましょう。6アバカスを見ます。シグマじゃない、あ、これだ。はいはいはい。本コールバックコード受信した場合、ちょっとズーム、よいしょ、 OK。 これでフォーカスを、あ、ごめん、違うの、ちょっとね操作が、はい。本コールバックコードを受信した場合は、以下のコマンドを入力しましょう。ランイお、あ、これちょっとメモするね。メモ、コール202、アウト、ファール、セ、エグゼ、キュート。これは関係ない？はい。じゃ入力するか。おー、なるほど。ライン1は、これでいいよね。ラン、ドットが入ってるかな？ドット ?EXE だか、これか？文字だったんだけどな、EXE って。まあ、いいか。はい。あ、当てたっぽい。当てたっぽいね。当てたっぽい。あ、で、2つ目がオール。あ、違うよ。下に移動したいときは、ライン2にすればいいの？あー、はいはいはい、オッケー。オール、202。はい。これ空白、あ、空白もあるから、これもしかしたら空白も、よいしょ、判定されちゃうかも。202。はい。で、ライン3は、アウト。はい、アウト。ハイフンの、フォールツ、あ、これか。これどういう意味なんだろうね。これで実行してみましょう。はい。あれ、アウトホールズじゃなかったっけ。ラインさんが違うらしい。アウト、ちょっともう一回確認するね。アウトホールズ、あれ合ってるよ。なんだ、ハイフンの位置が違うか。ちょっと待ってね。アウト、空白、ハイフン、これか、これでどうでしょう。はいはい。あー、オッケー。うん、ライトが緑になって信号が止まった。ミスなくやれたってことね。うん、ちょっと手間取ったけどね。はい、次の信号30秒後に来る。処理にもたつくのどういった信号であれ迅速に片付けないと俺が割りを食うんだ。はい、ごめんなさい。
ちょ、だって説明がなかったんだもの。はいはいはい。飽きたね。じゃあ次は、これ USB にして 3500kHz ですね。いきなりポンって投げ出されたらなかなか理解が難しい気がするよ。よっ、ちょっと待って。はい、OK。はい、これを、入力しましょう。26、14012と。OK。シェブロン?で、次はこれでシェブロンを検索しましょうか。シェブロン。シブロン。ないね。飛ばしちゃったかな。シブロン。あった。はい、じゃあこれもメモるか。これあれだね。空白とか気をつけないと。多分ここ空白があってマイナス、あ、ハイフンかな、ハイフン1。プログ。これは半角スペースあるの？ちょっとわかんないけど、ビギンと。チキタマ。アクト、プログ。XYG。 はい、これ大丈夫かな、自分で読めるかなこれ。やっていこう。最初はレフドットインドット、これの下だからシフト解除、あ、じゃあシフト押した状態か、これでいいで、ここに空白があって -1。 ラインにはプロック、シフトを解除してプロック、これは空白があるのかな。で、ビギンはシフトをして、ここ合ってるっぽいんじゃない、合ってそうだよこれ。ライン3は、アクトはシフト解除、アクト、プロックはシフトいらない。これは、あー、これも多分音が必要かな。これでどうでしょう。さあ、一発合格なるか。あれあれ、これもしかして空白いらなかったかな。これでいい、はい、どうだ。あれや、あ、違うわ。XYG が入ってるんだった。そりゃ失礼しました。申し訳ない。じゃあ、空白は生かしのブロックで、なんつうの、大なり小なりがあって XYG なんだよね。どういうことでしょうかね。XYG とは、これは違うもんね。ちょっと新しい要素が入ってきちゃった。動的変数を置換した上で端末に入力し、あ、ここに書いてあったね。変数の置換、通信コードの256番目の数字を XYG に代入する、数学のこと言ってる。通信コードの256番目の数字、はい、256番目の数字ね、を XYG に代入する。はいはいはい、通信コードの256で123456だから、この下に出てる数字のってことだよね。2が6で、5が1ので、6が2ね、612ってことは、アクトプロック612でいいのかな。カッコがさないんだけどさ、試しにこれでやってみようか。ダメか。
空白が必要とかかな。ちょっといろいろやってみよう。あ、違う、違うんです、違うんです。ここじゃなくて、ここの612を一旦削除して空白入れて612。はい、これでどうでしょう。あれ、あ、ちょっと待ってね。ややこしい答えしちゃった。待ってね。ここ、ん？ライン1が×になっちゃったな。ちょっとこれ入れ直すか。ライン1はジェフドットインドがここだよね。シフトをして、違う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 、イントで、空白があってハイフン1。あー来た、あー、オッケー。コツつかんだって。あ、だんだん分かってきたよ。第1 G… お !GCS! やばいやばい、緊急です。 GCS3E1V1M1 マイクロフィルムに差し込めてみろ。 GCS でしょ、緊急コードって言われてたよ。輸送班から連絡がない、心配になってきた。あ、これは心配だね。わかった。GC… え？って、うわ、びっくりした。何？どうしたの？赤く光ってるか？うん、警告灯みたいに。そうだよ、だって。そうだよ、だって。やばいんだもん、その。GCS はやばいんだよ。ちょっと待ってね。フォーカスを引いて、あ、フォーカスじゃねえな。ズームを引いて、よいしょ、OK。で、ちょっとフォーカス合わせて、OK。で、最初の目次のページに行けばどこに何があるか。あったあったあった。これをズームしましょう。ズームしてフォーカスを引くどうかな。 OK、 はい。GCS 評価表、評価表とは関係ないか。あ、てかあれか、通信来てるのか。これを先に、じゃあまず11320の AM。 やばいよー、緊急事態だよー、急げ急げ。すごい、外本当に吹雪が吹き荒れてますね。大変だこりゃ。そろそろかな。320320、うわー、よいしょ。で AM ね。はあ、モールスじゃんけ。これでも下に出てるよね、多分ね、これね。はい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 。ギョギョギョ、ガタ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 、あ、ガタガタガタ。モールス暗号表だから、22ページに行きましょうか。22ページね。こっちから行った方が早い。あ、違うか。22ページ、モールス暗号表について。あれ、てかこれ、あれだね。ページ数書いてあるのにページ数書いてない。目次にページ数あったのにページ数書いてない。モールス、モールス、モールス。あ、これじゃね。これだ。なんで横？なんで横なの？さっきまで縦だったじゃん。不親切だな。おっと、これは関係なくて、これを見てねってことかな。よいしょ。で、よいしょ。はい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 。で、これを下の今出てるモールスと合わせて、はい、1個目は、ハイフンが5個だから、8か？これ。ん？違う、7789、0か。0の、4ドット、4ドット09、23ドット7、はい、4977が2回続く、
3.2.3.2.3 また0097730かな。これマジメモ帳ないと何にもできないわ。0977730どうでしょう。あ、来た。オッケー。で、最初コードは次カンザス。はい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 、いいよ。だんだん様になってきた様にだんだん分かってきたよ。ちょっと回転させといて、よいしょ。カンザスね。オッケー、よいしょ。これで合ったかな。カンザスか、カンザス、カンザス。オレンジ、カンザス、ウィスキー。あ、カンザスか、キャンバス違うね、キャンバスじゃないよね。カンザスだよね。 K あー、これだ、これですね。よいしょ、ちょ、回転しないで、回転しないで。よー、これでこんな感じかな。おかす、夜。ふー、やっと使い方慣れてきたよ。オッケー。あ、これまたあれでしょ、変数の時間でしょ。あー、ちょっと待って。最大値、通信コードの最大値を X、 最小値を Y へ代入する。最大値が9でしょ、だから X は9、最小値は Y、 最小値は0かな、だからこうかな。オッケー。た上でロットスペースポイント、多分これは空白が必要で X だから9、はい。ロットポイントは同じで Y だから0かな。で6空白 SYS あー空白かしらで4。 OK。 ほら、今度こそ一発合格してやる。今度こそ一発合格でやってやるぜ。まずロット、はい、ロットんステータス、あれロット、あーごめんごめん、シフト押してたわ、ごめんなさい。シフト解除、ロット OK。 ロット空白ポイントあった、ポイントの空白をして最大値だから9だよね。はい。OK。ライン1完成。ライン2は、ロット空白ポイント空白の0。うん。ライン3は、ロック。あ、LOC だったよね。ログじゃないよね。LOC、あ、これか。これ。LOC 空白の SYS はシフト。SYS 空白の4。よっしゃ。ちょっとシフト解除しといて。ふぅ。よし、一発合格なるか。きたー、嬉しい。あー、やっと理解できるようになったぜ。よし、第一済んだわ、何事もなく。って話って、今から外の発電機を見てくる。キャビンが真っ暗になっちまった。あ、やばい、停電したんだね。さっき名簿を調べたら補給班から3日連絡が来てない。お、やばいやばいやばい、餓死しちゃう。無線にも応じない。そんな嵐のせい？違うと願おう。第3、はい、私ですね。周波帯をモニタリングできるか。彼らは8から8500の FM 帯域で SOS を送ってる。はい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 。FM ね。物資はまた手配すればいい。むしろ彼らが戻らなかったことが心配だ。ゆっくり酒だって飲めやしない。船の名前は 20F。はい。8000から8500の FM 周波帯で SOS を拾いましょう。FM ね。8000から8500って言ってたね。そろそろだ。この辺だね。ゆっくり下げたい。
あ、特に聞こえないな。あ、来た。こちら補給物資船20F号。あ、来た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 。 SOS だ、助けに行くぞ。誰かいないか。いるよ。応答したい。物資が減っている。持ちそうもない。あ、やばいね。今あるもんじゃ足りないんだ。うんうん。引き返そうとしたが、嵐が、奴らが GPS をぶっ壊した。それで氷に突っ込んじまった。うわぁ、一体何を言ってるの。今はここに隠れているが、本部から報告があった。ニューヨークが、ん、ニューヨークが陥落した。街は全滅だ。ここなら遠いし時間を稼げると思ったが、奴らが迫ってくる。腹を決めろ。全員だ。あ、生き残れ。やめて、怖いこと言わないで。ねえ、怖いこと言わないで。ドアに鍵をしろ。第二、第三もだ。どういうこと？本当にどういうことなの？基地から連絡が入った。問題が起きた。詳細わからんが、キャビンに鍵をして一歩も出るなと言われた。そこで通信が途切れた。え？ Why why you talking about？ やつらって誰なのよ？Who are you？ え、あー、もうやだ、こういうの怖い怖い。訓練ではありませんって。また GCS 信号ですか。 GCS の数字が上がっていれば俺たちは大勢の役に立っている。前回は3で今回は6、どういう意味。いぞ、よかった。とにかく信号処理しろ。 OK、 わかった。 OK、 LSB の6970。てかその前にあれじゃない、鍵閉めた方がよくない。鍵閉めた方がいいよ多分。やつらが何なのかわかんないけどさ、本当に怖い。よいしょ。あー、これ聞こえた。いいよねこれで。15221147、はい、15221147、はい、来た。センタウラ。オッケー、じゃあこれを動かすをずらした。どれだっけ、すぐ忘れちゃう。こうだね。センタウラだから、よし、これで右へ。見つからないな。あ、これだ。よっ、よいしょ。オッケー、はい、じゃあこれをまた入れましょう。アウトステータス、アウトドットステータス CMD 空白ハイフンデータブロック、タイマー空白ハイフントゥルー、はい、よしよし、もう慣れっこだからね。アウト、あとドットステータス、ステータス、ラインには、CMD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 、あ、これか。意外と見つけるの。空白、ハイフンデータ、ハイフンデータ、はい、ライン3、ブロック、空白があって、タイマー、タイマーはシフトでここ、タイマーの空白、あ、違う、空白、ハイフン、トゥルー、オッケー、事故、オッケー、リソース配分中、進行度、ほにゃほにゃ、あ、来た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 。何か見えてる。あれってケーブル？見えてる？見えてる？見えないよこっちは。第三観測所の上に何か見えるわ。電線が切れたみたい。
って、え、第三って私のとこだよね。One, are you there? 第一、ごめん、ここからじゃ見えないわ。第一、何があったの？上だ、クソ、上に上がる。第三の上にも奴らが来た。奴らって何？来たって何が？一体何がいるわけ？そうだよ、何がいるんだよ。落ち着け、きっと助かる。クソ、また信号だわ。 GCS7EHV5M1 の1、一体何なの？緊急だって。分かった分かった、もういいよ、入浴者いいんだろ。やけだ、こうなりゃよ。8105、8105、もうサクサクいこう、サクサクいこう。 OK、 18189045、はい、サク、もうやだな、こう、なんか単語がもうさ、あ、もうサクリバヤスってどんな意味か忘れたけど、単語なんか よくない単語だったな、覚えてるよ。サクリバイス。外には誰もいない、見間違い、え、誰もいないって、なんか見えたの？あった、これだ。よし、フォーカス引いて、あ、寄るのか、寄って、はい、またあれだ、代入だ。ちょっとメモが足らんがな、どんだけメモさせんねん。はっ、もう逆ギレ。ランエグジ、空白、 X は通信コードの数字123で、なんかまた難しいこと言ってる。第3か、こちら第4観測所、絶対に外へ出るな、鍵をして中にいろ。通信コードの数字123で経度を表す、通信コードの数字456で緯度を表す、フロック C の認証ワードの文字数。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。とりあえずちょっと他を。こちら第5観測所を捨てて脱出する。第6がやられた、消えちまった、やつらが引っこ抜いたんだ。引っこ抜かれる。ちょっと待って、これなんかさ、え、これ時間制限ある？もしかして、なんかなんつうの、怖いんだけど。これ X ね、で、ここ Y、 はい、んで3個目がポイント、ポイント、空白1の、これは空白入ってるか、空白ハイフンの Z、 はい、で、なんだって？ X は通信コードの123で、通信コードの123とは、通信コードの123とは、もしかしてさっき入力したあれ？覚えてないよ、もう覚えてないってば。ちょっともう一回ちょっとこの辺いじったらなんか聞こえたりしない？ 815 でしょ？あ、聞こえた、189045、189045の123で、緯度、緯度か経度っつってた。緯度か経度を表すってどういうこっちゃね。経度ね、123で経度を表してと。じゃあちょっととりあえず経度って書いて、で、Y の方は緯度、はい、かつ Z は付録 C の認証ワードの文字数。もう忙しいな、忙しいよ。付録 C を探そう、どうせ多分後ろの方でしょ。あったあったあった、これだこれだ。チャート、チャート、どっからですか、どっから、ここか、ここ、うー、読みにくい。いや、これマジこの資料作ったやつ介護した方がいいよ。あ、ちょっと待ってね、あー、ちょっと待って、上の方にうまくいけないんだよな、うまく回転させてみなきゃ。ちょっと引く、ちょっと引くか、ここじゃないと見れないな。引く、 OK、 なんて、あ、開始、なんとか方式って書いてあるな、何方式か、何方式か、ちょっと、何、もういいよ、もう、ちょっと待って、あー、違う、違うの、テンパリ、
はい、ちょっと待ってね、ズームしたい、ズームっていうか注目したい、これだね。変換方式は USB か LSB か、確か USB じゃなかったかな、だよね、 USB です。はい、じゃあこっちで、なんて書いてあるこれ、寄りたい、違うの搬送周波数が8150、はい、通信コードの合計値を処理、通信コードの合計値を処理、合計30か、合計が30より小さいですかってことかな、だよね、合計が30より小さいか、189045だから、18の26の27かな、合ってる ?27 だよね、多分ね。27、合計が小さいよね。だから、はいかな。テスラだということは分かった。あ、テスラを Z に代入しろってことか。はい。これで全部出たか?ちょっとじゃあどんどん入力していこう。LINE1 は LAN ドット EXE の空白が入って、 X は経路で1番目と2番目と3番目って言ってたから、189じゃなくて 1.8.9 みたいなことかしらと信じて、次アクト空白のインポート、空白の0.4.5、うん、空白入ってるね、あれね。で、ライン3は、ポイントの空白があって、1空白ハイフン、多分これ空白入んじゃないかな。で、デルタって言ってたね。デルタだっけ、テスラ、あ、テスラ入ってないな。テスラってもしかしてこっちで見ろってことかな。こっちでテスラの項目を探そう。じゃあ、ちょっと待ってね、この辺関係あったりする、これは関係ないかな。ちょっと一応見てみていい、関係ないかな。え、こっちでテスラを探すんでいいんだよね、多分。よいしょ、これで傘引いといて、テスラを探そう。テスラあった気がするけど、ホーム、オレンジ、ウイスキー、キャンバス、テスラがないな。ないね。ちょっと目次をちょっともう一回見て。はい、ないね、テスラ。もう一回、これ何を見たんだっけ。あ、そう、サクリファイスの項目の方を見てみようか。ちょっとフォーカス引いといてと。
これだこれだ。はい、オッケー。うん、あ、文字数って書いてある。文字数か、失礼しました。ってこと、点数ラだから 5?5 ですか。5でいいのかな。5ね、オッケー。じゃあ LINE さんの方にはポイント1、空白の5。よし、いけるか。ダメ、ダメか。やっぱ経度というのが違った。これリアル知識ないとダメなやつか。123で経度を表す、経度を表す、経度って何ですか。経度とはすなわち天体表面上の位置を示す座標のことである。そりゃ知ってんだよ。もう経度を表せってどういう意味なんだよ。なんか難しいこと書いてある。うん、私ゲームしてるだけなんだよ。あれ、これもしかして普通に間に点入れなくてよかった。189でよかった、もしかして。そうだとしたらショック。ちょっと189で入れてみるか。ちょっと試しにこれ、あー、いけるじゃん。なんだー、ちょっとあれですね、私が深読みしすぎたよね。いや悪い癖だな。あれあれ、今度は3がダメだ。緯度経度はクリアしたけど、待ってるよね、ポイント。あ、これ空白とかがいらないパターンかな。ハッシュタグ5にしようか。これでどう。あ、ダメだ。ちょっといろいろ試してみる。ここもハッシュタグいらないかも。どうでしょう。ダメだー。わーサクリファイス。ちょっと待ってくださいね、サクリファイスをもう一回参照しますね。頭が爆発しそうだよ。サクリファイス、サクリファイス、サクリファイス。どこだどこだ。あった。もしかしてだけど、あれが間違ってたパターンかな。私途中でさ、ほら大なり小なり言ってたけど、多分ね、これはね間違ってないわ。多分あっちが間違ってんだな。大なり小なりの解釈が違った気がする。30以下っていうふうに聞いてたんだと思ってんだけど、これ30より大きいかって聞いてた、もしかして。あ、違う、何言ってんだ私。これ合計が30より小さいですかって聞かれてると思って、はいってやってテスラになったけど、これ小さいですかじゃなくて大きいですかって聞きたかった。あ、そうだよね、多分合計、ごめんなさい、これは間違えた、これは間違えました。いいえだね。アレキ、アレキさん、アレクサンダー、12345678 9、オッケー。あー、失礼しました、許して、許して。これ9だね。これでいいでしょ、もういいでしょ。なんでや。あれ、アレキサンドラって、え、アレキサンドラって9だったよね。空白いらないか。これでどうよ。ALEXANDER9 だよね。まさかとは思うけど、これ以前のやつが間違ってるなんてこと。え、115kHz じゃないよね。8150だよね。で、USB だもんね。8150、うん、USB の8150、合計値が27だったから、合計は小さいです。
アレキサンダーだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 合ってんだよ、合ってんだよ、ここは合ってんだよ。ちょっと待ってね、引く引く引いて、サクリファイスの項目を OK。 ポイント1、これ空白、空白いらないのかな、これね、空白がわからんのですよ。入ってるのか入ってないのかのね。ちょっと待ってね。あ、そっか、さっきあれか、いろいろ試してた結果ポイントと1位の間を開けてないのか今。なるほどね、分かった。じゃあポイント空白、1位の空白、ハッシュタグ9、これでどうよ。分かったよ、じゃあ分かった分かった分かった、ポイント空白、1空白ハイフン空白9だ。あー来た、あーやっと来た、あー気が狂いそうだ。もう怖いとかじゃないもん、もうもう全然驚かなくなってるもん、疲れたもんもう。あねえ、ジェイムス、最後の信号は遅れな、エラーって書いてある。端末が狂ったように応答を求めている。はあ、風で送信機が倒れたのかも。外へ出て確かめなきゃ。いや、やめた方がいいよ、行かない方がいいよ。お願いジェームス、私は外へ出られない、閉じ込められてるけど声は聞こえてるはずよ、行って。ジェームスって私のこと。ああ、やめて。
あれじゃない、この、あ、あ、4、これ、あれ、4は私じゃないよね。これでしょ。違う？これだよね、多分ね。あ、ほら、これだ。で、なんて、何すればいいんですか。入れたもういいでしょ、もう戻っていいよね。あ、で今電源入ったからもう一回こっち来て、ねえ待って、私さ、はあもうやだ、はあこの扉を背後に作業したくない。あ、わかった、なるほど、2個あるんだ、もう一個つけてねってことは、じゃあこれを辿っていけばいいのね。ぐるっと一周したかと思ったけど、そんなことなかったよね。ちゃんと正規の表で出たのかな。まあ一本道だったもんね。これも読んだ。これだね。これをじゃあ、はい、つけます。つけた。つけて。いやでも多分あれだわ。あの発電機つけたらまたなんか起きるかもしれないけど、つけるまでは多分何も起きないはず。ホラーゲームってそうだよね、普通。James, James, 行ってし
真実を話して。誰に何を話せばいいんですか。え、あ、ちょっと待って。あ、何これ、僕がいたとこですか。Mr. Asian, can you hear me? え、エイション君だ。え、エイション君じゃん。エイション君。え、ジェームスじゃないの、僕。僕ジェームスですけど。ここに戻れってことですかね。戻った。戻ったね。Welcome back. 早く戻ったね。第1話だった。え、どういうこと。え、今最後戻ってたの第1話のやつだったよね。しかも途中第2話のエイションくんが出てきたし、やっぱり繋がってたんだ。え、鳥肌、サブイボ、はあ、怖かった、怖かった。しかもさ、え、第2話が35分とかしか経ってなかったんだよね、撮影の時。だから第3話もそんぐらいかなって、第1話もっと短かったと思うし、そんぐらいかなって思ってたけど、第3話すごい時間かかっちゃった。もう1時間ぐらい回してるよ。はあ、怖かった。そして第4話、最後の治療というステージが解放されましたね。これは全然関係ない3本立てなのかなって思ってましたけど、どうやらなんか繋がってるっぽい。一応ちゃんとやっぱね、第1、第2、第3話ってことで繋がりがあるっぽいです。その繋がりが第4話で明らかにされるのかな。でも第3話怖かった。でも第3話怖かった。いや本当にあれだよ、一人称で探索させるのはマジで無理だって。本当にさ、そんなことさせると思わんじゃん。トレーラーにもなかったもん、あんなの。あ、怖かった。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。面白かったよって人は高評価とチャンネル登録お願いします。頑張ったなんちゃんをコメント欄で褒めてあげてください。では、また次回第4話でお会いしましょう。これで第3話ってことは第4話どうなっちゃうんだよ。本当に怖いですけど。バイナース。